えと前置きです。全ての動画の前にとにかくこれを聞いてください。多くのですねミニツールパワーリカバリーの動画いっぱい出てます僕が、えっと、今日上げるまでえ。全ての動画僕も見ましたけどその理由も全部後で分かりますけどとにかく前置きで聞いてください。全ての動画はですねデータを削除してて戻すすっていう動画です日本のやつは全部見ましたけど全部そうです。 例えば何か削除してしまった大事な写真を削除してしまったそれをどうやって戻そうっていうのに今回紹介するミニツール「パワーリカバリー」を使ってる動画は他にいっぱいありますがうちはサムネ詐欺も絶対しないし今回はですね本当にハードディスクが壊れた状態のものを中からデータを復旧できるかというこれは動画になります。 逆に言ったら削除したデータを戻したいと思っている方は僕の動画以外のミニツールパワーリカバリーのパワーエットデータリカバリーの動画を見てくださいそちらの方が専門的です今回僕のやつは多くの方が困っているハードディスクが読み込めなくなった読み込めなくなった状態をからミニツールのパワーデータリカバリーを使って救出できるか救出方法の動画になりますのでそれを必要としている方は見てください ただし、戻せる場合と戻せない場合等の説明がありますので、この後からそういう動画が始まります。で、えっと、ハードディスクの状態から戻せる、戻せないという状況がありますので、かなりそこははじめ、実際の作業に入る前に説明がかなり長いですが、今回はとにかく困っている方向けなので、始めから細かく説明していきますので、そこはご了承ください。困っている方の参考になれば幸いです。それでは動画見ていってください。えー、皆さんこんばんは。 おじいいいさんんんででですすろんなゲーム機で遊んでいますか、えー、本日はですね非常にレアでコアな動画になりますが多くの人が救われる可能性のある非常に意味のある動画だと思うので結構魂こもってますえっ、ー、と何かというと本日はこちらハーードドデディスクドライブのデータのタ復旧方法です、えー、実はですねおじいさんのこちらのハードディスクドライブ壊れました買ったばっかりなんですけども壊れました 本当に買ったばかりこれもも4ヶ月前に買ったものです、えー、このハードディスクがまさかの破損をしましたでこの中にはなんとですねえっと僕が今日まで吸い出した音楽データゲームデータそれに関連するいろんなまあデータが全て入ってたものですえっとで実は今これは全ての作業を終えて動画を撮っていますその理由はちょっと後で言います でですね、えっと、この壊れたハードディスクをどうしようかと、データ入ってるし、えらいことになったと思って、まあ、宿泊して、いろんな YouTuber の動画を見たり、いろいろしました。で、ブログを参照したり、修復データの会社もいっぱい調べました。どこが一番安いのか、で、ちゃんとやってくれるのかって調べた結果、まず自分の状態がどういう状態なのかっていうものが把握できました。何かというと、倫理破損している可能性が非常に高かったです。 で、えっとハードディスクの故障には2種類あります。倫理破損っていうのと物理破損っていうのがあります。何かというと、この中にはディスクみたいなものが入っていて、レコードの針みたいなやつがあるんですよね。それ、そいつがちょん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 ってやってデータを書いたり消したりいろいろするんですが、物理破損っていうものがそういうぶものが壊れることを言います。つまり中のものが物的に壊れること、これが物理破損です。 まあ当然初期不良であったりまあちょっとして不良そういう何かネジが緩かって不良が起こって壊れたり一番多いのが長く使ってる僕なんかは昔は10年ぐらいハードディスクなんかずっと使ってたしそうなるとある時からカラ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 ってなったりカッチンカッチンって音が鳴り出してもうそれがはい壊れるももうあとあのマジで壊れる5秒前ですよみたいな、えー、なんですけどもそういうだって壊れるのはほぼ物理破損ですそうなると本当に業者に頼まないとダメ で業者に頼んで物理破損やと40万からだいたい60万ぐらいはもう一番下の金額と言われてますで僕が今回なっているであろうとされている倫理破損っていうのは何かというとですね物は壊れてないんですよただし中のデータがちょっとやや難ありという状況になってます でただし倫理破損にもいろんな種類があるのでそれは人それぞれなんですけども一番多いと言われている倫理破損が何かというとですね入り口が分からなくなるっていいうものららしいです入り口が分かななくなるってどういうことかっていうと中にはちゃんとデータがあるんだけど普段はねパソコンの電源入れましたって言ったら入り口の扉が開いてて「はーい」って中見に行きますねってみんながファイルブラウザーでカチカチカチってやったら「はいはいこれねはいはいこれねこの動画ね動画ね写真ね思い出の写真ね」って見つけれるんだけど。 入り口がどこか入る子がわからなくなっちゃうんですよで中はちゃんとあるのでもあれ入られへんからあなんかハードディスクはついてるけどこれ使えませんよって感じになるんですよその様子もお伝えしていきますでそれがあの一番多い倫理破損のようです何かのちょっとした不意のシャットダウンの瞬間がうまいこと閉じれなかったとかいろんな理由があるらしいです で、そういう倫理破損の場合は、中がきれいに残ってるので、とにかくそこさえ突破しちゃえば、ちゃんと全部戻、中を見れますよっていうものが一番多い倫理破損。ただし、当然、倫理破損っていうぐらいなんで、もう中も、そこも閉じちゃってるけども、中もちょっとぐっちゃになっちゃってるっていう倫理破損もあるんですよ。まあ、簡単に言うと、まあ、こういうふうに内部にデータがありましたっていう時に、先言ったのは、ここの入り口が閉じてた。 でもそういうふうなリカバリーソフト使ってスッとここは通れましたって言ったら「あはいここにはありますね」っていう倫理破損が一番多いんだけど時にはこうなっちゃったりしてるデータ自体はあるんだけどもう場所が変わっちゃってて入れたって言っても「あれここにあったんちゃうここに2つ並んでなかったっけどこやろう?」って言ってそれを探してくれるんですよちゃんと。であありましたよありましたよって言って。 やるけども、例えばそうやって見つけれもするけども、ファイル構成がバラバラになってしまってるもの。っていうふうな倫理破損もあったり、さらに見つかったけども、こいつの姿が変わってしまってたり、例えばやけど、こんな状態に見えてしまってたり。でもこのデータはデータなんですけども、姿、た例えばですけど、保存名がなくなってしまってたりね。例えば前やったらこの、えっと、M? 白 8GBM って名前やったのに、もうなんかようわからん。赤、赤バッファローみたいな名前になってた。 でも例えばそれが JPEG データやってカチカチってやったら思い出の写真やったとかそういうふうなものもあります。だからそれぞれいろんなものがあるんだけど、えー、今回紹介実はしていくものがあります。えー、ミニツールさんから出ています、えー、パワーデータリカバリーというソフトを今日紹介していきます。えー、こちらの方がですね、データの、まあ、いろんなその戻すっていうソフトなんですよ。 ごめんなさい。細かく説明しますね。えっと、これを見に来る人は故障して僕と同じで苦しんで悩んでる人が見に来られる可能性があるので、細かく説明させてもらいます。ちょっと前置き長いですが、えっと、我慢してください。え、というものを使います。それはつまり物理破損は当然ソフトなんかでは治らないよね。ここのネジが緩んでるのにソフトを入れて見れるわけないので、あくまで倫理破損の場合、中身のデータがごちゃっとしてる時の場合、まあ、入り口が見えなかったり、そういうものの場合は、それで治る可能性がある。復旧する可能性がある。データを持 倒せる可能性があるのでそれらを使います。で、今回はそちらを使うことになりました。まあ、これはちょっと縁があって、ちょうど。その前にシャドウメーカーを紹介してて、その縁で。まあ今回僕本当にこれ壊れてしまって吸ったもん。出してる時に今お話しさせてもらってこういうものあります。よってよ。良かったら使ってみませんか？っていうことを言っていただいてですね。で、今回アルティメットワンっていうもののコードをえっといただきました。本当にこれ縁やと思ってます。こんなことあるんやなって思うぐらい怖いぐらいのえな。縁なんですけども。 で、今回作業をしていきます。で、えっと、その作業工程をちょっと見てもらおうと思います。でですね、皆さんはこういうものが壊れたら大体中に入っているよね。例えばケースとか、まあ例えばですけどもこういうふうなハードディスクケースで買った方とかおられますよね。必ず中にこういうものが入ってます。ネジを1個1個抜いて取り出してください。パソコンのデータの中のものであったらそれを取り出してください。 で、こういう風なシラフのハードディスクの状態になりますので、こちらをパソコンで読み込めるような環境のものを購入してください。つまり、外付けハードディスクとして認識しないといけないので、僕は今回利用して、実際に読み込んでくれたのがこちら。えっ、ー、と、これ本当はね、新商品で紹介しようと思ってて、ずっとあの寝かしてたんですけども、今回も必要に迫られて使いました。えっ、ー、と、こちらね、ロジテックさんの押すだけ簡単組み立て、ワンベイドライブ一台搭載可能という、まあ、な、商品名書いてへんねんけども、 こ,ちらあこれですね。LG LGB1BSTU3。これ、アマゾンで買ったんで、動画の下の概要欄のところに商品リンク貼っておきます。こちらを使いました。えー、実はですね、古い読み込みのやつ、別に僕持ってるんですよ。ケーブルだけのやつ、えっと。実はそれでやったらですね、読み込めなかったんですよ。読み込めなかったっていうか、スキャンを始めたら、初めは読み込めたんだけど、スキャンを始めたら毎回落ちてしまったの。 で想像するんですけども、はじめは物理破損してんのかなって思ってたら、多分ですけども、ものすごい高速で内部にアクセスするんで、多分ね、電力とかすっげえ食うんですよ、この作業が。それで多分そいつが電力足りなかったんだと思うの。だからピュンピュンって落ちてしまったんですよ、スキャンを始めると。でもこいつを使ったら、はじめは物理破損かなと思ってたら、こいつちょうどあったから、もう取り出してやったら、なんといけました。だからこいつは、ちなみに、 えっと、16GB ままでで対応してますんででこれ4ギガあるじゃないですかどしか僕前使ったやつが古いやつなんで3ギガの壁にもしかしたら阻まれたのかなって昔のいろんなハードディスクのケースとか商品って3テラバイト3今何て言ったかな3テラバイトの壁ってのがあって3テラバイトまでって全部制限されてたんですよ。 だからもしかしたらそれで不具合が出たのかもしれないです。でもこれは10と16テラバイトまで対応なので、実際僕はこれを使って、えっと、スキャンもすべて、えっと、もうさっき言いますけども、成功したので、これおすすめです。商品リンク動画の下の概要欄貼っときます。めっちゃ安かったんで。で、こちらがこういうふうにパッって貼ると、はい、ここに突き刺すだけ、ものすごい楽なんですよ、これ。ここの合わして、ここのスロットをここに入れるだけ。こうやって、 ガツンと入れて、で、ここに電源と USB ケーブル挿してパソコンにつなぎます。で、パソコンのつなげ方としてはですね、えまずここ当然ですけど、電源オフにしますよね。オフにして、電源コードをつける、USB ケーブルつける、で、パソコンにはまだつなげないでください。はい。で、パソコンをつなげるタイミングはこの後お伝えしますので、その通りにやってください。 で、えっと、ちょっとここはご了承いただきたいんですがこの後と編集がかなりいろんな順番でとにかく皆さんに分かりやすいように順番を組み立てて編集する予定です。で、えー、その過程でですねあの後で撮ったものとか先に撮ってたものっていうのが結構あってちょっとちぐはぐなると思う分かりやすいようにするために逆に。 だから、ものすごいテンション低い時あったり、ものすごいテンション高い時あったり、たまに重複して物が言う部分が、ちょっといくら編集しても出てきてしまう場合がありますが、そこはご了承ください。とにかく今回は、本当に僕、本当に現場の人間で、もう頭パニクりながらの作業をやったんで、 えそこは許してください。その代わり、え全体的にちゃんと、えっと、この使い方、えっと、ミニツールのパワーデータリカバリーの使い方が、初めから最後まで分かる様子をちゃんと順序って描きますんで、ただしそれは後取りしたものが早くに入ってたり、先取りしてたものが後に入ったりすることは、えー、ご了承ください。声のテンションとかが全然違うので、そこは本当に許してくださいね。でもこれで多くの人が助かればいいなと思います。それでは動画やって、えー、見ていってください。 えー、それではですねまず、えっと、僕が、まあ、壊れてるんだって豪語しているハードディスクの状態を見てもらおうと思いますパソコンの状態がこのような感じになってます、まあ、C ドライブっていうのがメインの SSD になってますで D ドライブっていうのが余ってた、えっと、ハードディスクを内蔵で入れて認識させてます今はちょっとパンパンになってますこれはちょっと時間系列で後から撮影してるんですけども えー、まあパンパンになってますこれがだから今のメインの、まあ、ゲーミング PC の現状となってますここにですね壊れたハードディスクドライブの方を一度接続してみます、えー、今接続しました認識まで時間がかかりますまあ壊れてますんで普通であればすぐポロロンっていってこう外部接続ですよみたいな感じで表示されるんですが倫理、えー、倫理故障しているので認識が非常に遅いですちょっと見てもらい、えー、はいということで こちらの方ですね、読み込めました。はい、今ここがバーがバーって伸びてると思います。これ読み込んでるんですよね。表示は今回はローカルディスク E ということで表示されてますが、えっと、まあ、見てもらったら分かる通り、ストレージの内容が表示されてません。しかも、ま、こういう読み込みのやつがずーっとなって、まあ、これ、えっと、何回も繰り返せんとかなわせたけど、はい、まあ、これまあちょっといっぱいになるまで待ちましょうか。えー、このようにですね、MAX になっても、 まあ普通これが読み込みが終わると青いバー、まあ、緑のバーが消えるんですけどもずっとこのように読み込み中ですよと出て多分これ終わらなかったと思いますでと先ほどから見てもらってます通りストレージの容量が出ないでこちらの方をクリックして、えー、もう当然ですが、えー、このように、はい、フリちょっと軽いフリーズ状態みたいになってでまたこういうふうに読み込みがまた始まるという状態ですね ちょっとこれ一個一個の作業が長いんで全部お見せできれるから。正直まあ当然ですが中身は見れません。えっと、このように、えーまあ、E ドライブにアクセスできません。パラメータが間違ってますというエラーが出ます。で、OK ですね。でですね、えー、こちらの方、じゃ例えば右クリックして、プロパティを押してみます。 かなりの時間待ったんですが、プロパティは今回はか開かなかったですね。えー、故障してすぐの時は、かなり待ったら開いたんですけども、今回はちょっと開かなさそうですね。たまにね、これプロパティやって、他の作業やってたポンって急に気まぐれで。 出てきたりしたんですけども、大体いいね、でもね、もうあゼロバイトっていう表記になってます、つまりまあ入り口がもうわからなくなってるんで、内部にアクセス、windows の普通の性能じゃあ内部にアクセスできないという状況になってるので、ゼ、ま、ロ、あ、バイトっていう表記にはなります。ちなみにですが、ディスクの管理の方はですね、見てもらったら分かる通り、開かないんですよ。もうだから 結局これを解析しようとして、この壊れたハードディスクを解析しようとして、そこが詰まっちゃうので、ディスク管理が開けないんですよね。かなり軽症であれば、ディスク管理が開いたりとか、例えばですけども、今こっちでやったプロパティっていうのをすると、プロパティ、ハードディスクの内容が出てきて、そこでまあエラーチェックなり、セキュリティチェックなりをしたりとか、またはまあブルース・グリーンのコンピューターの修復っていう、え、ー 機能を使って修復ででできたりりもする時はあるようです。るるはああよう軽ればかなりね。僕の場合は倫理破損の、まあ、超重症ではないとは思うんですけども、まあ、とりあえずはそういうことができない、えー、重度までいっている状況なので、えー、そういうふうな、まあ、インターネットで書いてるような、まあ、ネット上で出てるような修復方法では 僕ののの場合は治りりまませんなのでこの後の作業に移りますちなみにこの後との作業の時は一度この今つないでるハードディスクの USB は外して僕が使っている外付けハードディスクの認識の機器ですねあちらの方の電源は一度オフにしてくださいそれから次の作業に移りますそれではですねミニツールさんのパワーデータリカバリーをダウンロードします で購入される方は初めから購入してもいいんですけども基本的にダウンロードをしてその後アカウントを購入して、えー、アカウントコードがもらえますのでそれを導入するという形になりますでこのミニツールさんのトップページの中のダウンロードをしてくださいでこの中の上から2番目のこちらですねミニツールパワーデータリカバリーこちらの方をダウンロードしてください で無料版っていうのと、まあ、使用版ですね、後にちゃんと買ってくださいよ、無料お試し版っていうのがありますんで、もうこ、購入、アカウント、アカウントっていうかな、コードを購入される方は、こちらを購入して、ダウンロードしてください。で、無料版って何なのっていうと、ここ見てもらったら分かる通りですね、1ギガバイトまでしか、えっと、データを復元できませんで、スキャン等はできます。だから、購入前に無料版をダウンロードして、一体自分のデータ全部スキャンできるのかっていうのを見るのいいと思います。 でうわ全部出てきてるわって思ったら、えー、使用版の方を、えー、とダウンロードして多分無料版でもそのままアカウント入れれると思うんですけどもね入れて、えー、改めてスキャンをしてで全部欲しいデータをダウンロードダウンロードっていうのは、まあ、あの復旧ですね復旧したらいいと思いますだからまあどっちをダウンロードしてもいいですお好きな方やってくださいでダウンロードしたデータをですねインストールしますとこのようなミニツールパワーデータリカバリーというえっ、ー、と アプリ、アイコンが現れますので、こちらをクリックしてください。皆さんの場合は、えー、インストールした後に今すぐ開始っていうものがあると思いますので、そちらをクリックすると、この後と同じ状態になります。それではクリックします。すると、このように今から始まりますよとディスク情報を読み込んでいます。はい。えー、このような状況に、えー、となります。で、当然ですけども、これ全部健康なデータなので、今すごい早かったですよね、起動が。起動が早かったです、すごい。でも、ここに先ほどお見せした、 ストレージの方は表示されてるんだけどアクセスできないっていうものをこの時につなげますこの、えっと、ミニツールパワーデータリカバリーをこのように起動した後、えっと僕が紹介したマシンですマシンって言ったらいいんかな、えっと、外付けハードディスクの方をこのタイミングで電源を入れて接続してください、えー、ではですねこのように、えー、接続しました 接続、えっ、ー、と、電源と一接続して、えー、今、電源ちょっとオフ。ごめんなさい、見えるかなごめんなさいね。電源オフの状態。電源オフで、えー、こちら、パソコンの方に接続します。で、当然ですけども、電源入ってないので、認識されません。で、この状態で、電源をオンにします。はい。これで起動しました。 前のところ光りましたね。起動しました。では、パワーデータリカバリーの画面見ましょう。はいえっと、このようにです、ね、画面が暗くなります。これは今、ハードディスクドライブを読み込んでます。故障したハードディスクドライブを読み込んでるという状況です。ここがちょっと分かりにくいんですよ。この時間が、えっと、めちゃくちゃ長いんですよ。僕の場合は 4TB なので、ものすごい長いです。これ10分ぐらいかな、えっと、か,かります。表示されるまで。でここで表示されたら、 えっと、バックアップできる可能性が非常に高いという状況になります。なので、脈割りということです。で、ここ、本当に動かなくなるの、この、ほら、ウィンドウも動かないんですよ、これ。で、ほら、こんな、なんか、ぐるぐるマーク、あの、よくアプリとかが落ちる時みたいな、ぐるぐるマークになるんですよね。だから、この時に、僕は、ただいま読み込み中とかっていう画面を出してくれたら、ユーザーってちょっと落ち着くんですよね。なんか、フリーズしたんかなって思うの。実際、フリーズする方もおられるでしょうし、 これは読み込んでます今。だからじーっと待ってください。何にも触らんと。今僕はちょっとウィンドウ触りましたけど、何にも触らんと放っといてください。で、ここでも表示されない場合は、えー、とミニツール、パワーデータリカバリーでは多分戻らないです。当然接触とかタイミングとかもあるので、1回目無理やったら、まあ何回か3、4回ぐらいは試してもいいと思いますが、それでも読み込まれなかったら、それは治らないものなので、諦めてください。だから使用版のフリー版でやめておけばいいと思います。ではちょっと待ちます。 ということでですね、このように、はい、認識されました。えー、先ほどストレージしか見えてなくても、ストレージ名さえも表示されてなかったものが、えー、なんとこのように300データというて、ちゃんと僕が名前をつけていたストレージ名で表示されました。こうなると、脈ありです。で、この後どうしていくかというと、スキャンします。全部をスキャンします。この、えー、とスキャンというところをクリックしてください。こちらですね。すると、スキャンが開始されます。 えー、4テラバイトで約78時間ぐらいかかりますのでもっとかかる人もいるらしいです。僕は4テラバイトこう、はい、見てもらった通り4テラバイトのうち 2.6TB しか使ってなくて78時間なんでフルに使ってたらそれこそ14時間15時間かかると思いますのでもうこれは完全にもう全部その間はもう一切パソコン触らない勢いで置いてください。だから 人によっては普段あんまり使ってないノート PC とかがあればそちらの方でやってメイン PC はまあ自分の仕事用とかに使うもうほっといていいものでやってください注意すべき点がありますんで、えっと、お伝えします何かというとですねこれスキャン中柔軟時間ずっとかかるんでパソコンの設定によって例えばですけど当然ですけどパソコンがシャットダウンしてしまったりとか USB に接続してる機器の電源を切るっていう設定があるんですよ それになるとスキャンが途中で止まっちゃうのなのでその辺の設定を変えておく必要があります,、えっとですね、画面左下の Windows マークですね Windows マークの方をクリックしてくださいそして歯車マークを押してくださいするとえするとですねこのような、えっと、まあ、オプション画面というのかなが出てきますねこのうちのシステムこちらをクリックしてくださいでこの中の電源とスリープこちらをクリックしてください でここ、画面とスリープのところをなしなしにしてください、これ後で戻してくださいね、えーと、何時間経ったら画面スリープさせますか、何時間経ったらもう、えー、とシャットダウンしますかっていうことが出てきますんで、えーと、何時間経ったらディスプレイの電源を消しますか、何時間経ったら、えー、とスリープ、パソコンをスリープさせますかっていう設定が出てきますので、全部なしにしておいてください、ここは。で次、右側の電源の追加設定というものがありますので、こちらをクリックしてください。 えーするとこのようなオプションが出てきますのでじ、まあ、めこのバランスか省電力こちらはどっちでもいいですチェックは。でただしバランスの方にチェックが入っているのであればバランスの右側にあるプラン設定の変更こちらをクリックしてください。 えするとですね、このようにプラン設定の変更バランスっていうメニュー画面が出てきます。ディスプレイの電源を切る。コンピュータをスリープにする。こちらももう自動的に適用しないになってると思うんですが、他の時間1分とか2分になってたら、え適用しないに全部してください。この適用しないってやつ、見えてるかなちょっとちっちゃいんやけどね。で、まだまだやることがあります。詳細な電源設定の変更というものがここにあります。こちらに。これをクリックしてください。 すするとですねこのようにちっちゃい画面出てきます。これ大きくできないんですよね。で、えー、この中で、ここのバランスとかはどうでもいいんですけれども、えー、このハードディスクっていうのが一番上にあるんですよ。ハードディスクっていう、えー、ものがあります。ここのプラスを押してください。で、えー、すると、また、た、まあ、多分みんなこうなってる、次の時間が経過後、ハードディスクの電源を切るってありますよね。ここのプラスマークを押してください。 でここの設定をもうとにかくめちゃくちゃでかいのにしておいてください。僕はもう99999999 999 999って言っときました。だからこれ、時間にな,ならないとハードディスクの電源が切れないという状況にしてます。これ絶対設定しておいてください。そして、このもうちょっと下にあるスリープってのがあります。ここにスリープ。ここのプラスを押してください。で、ここにもスリープになる時間設定っていうのがあるんですよ。次の時間が経過後スリープする。こちらもプラスをして、設定はなしにします。 でハイブリッドスリープを許可するこれもプラスをしてあこれはオンにしてるけど、まあ、これももうできたらオフにしといてくださいこれはまあオンでもいけましたで、えー、次の時間が経過後休止状態にするこれもなしにしといてください設定はここをしたら変えれるのででスリープ解除タイマーの許可は有効にしといてくださいこれはもう解除のことだからスリープになる方の設定じゃないのでで次一番大事なのが、えっと、こちらです USB 設定っていうのがあります こちらもプラスを押してくださいで USB セレクティブサスペンドの設定つまりこれもサスペンドだからあ,のあんまり使ってないと切りますよって設定なんですけどもこれも無効にしておいてください設定のところこれによって、えっと、今,今後、まあ、10時間近くハードディスクをひっつけてパソコンも触らない状況になりますが勝手に、えっと、USB の電源が切れたりとかパソコンが落ちたりすることなくずっとスキャンすることができるので えこれは全部この状態にしておいてください。で全部スキャンも終わってもし復旧ができるようなことがあればこの辺は自由にまた戻していってください。どれぐらいの状態でスリープにすんのかな自分は省エネあの何て言うかな倹約家やから5分後には勝手に切るようにしろとか自分で勝手にこれは設定しておいてください。で今までの設定が良かった戻したいって人は一番初めになってた設定をそのままメモ帳に書いといて、まあ、iPhone で写真撮ってもいいしその通りに戻していけばいいです。 これ必ずやっておかないと僕はなんか落ちたりもしたんですよ、これで。ハードディスクが途切れてしまったりもしたので、この設定は必ずしておいて。で、すべての設定が終わったら、ここの適用を押してください。適用して OK。すると初めて反映されます。これを持ってですね、いよいよ、この、もし認識されることがあれば、こちらのスキャンを押してスキャンしていきます。例えばちょっとスキャンしてみましょう。これで後,後撮りしてます。スキャンを例えばしていきます。ポンと。 するとスキャンが始まってここに「計算中」って出てきてますよね。ここがバーがちゃんと表示されますんで100%まで待ちましょう。でちょっとねこれあの面白いこともいろいろできますんで見てもらいます。ということで今いきなりポンポンポンってもうデータ出てきましたよね。これねめっちゃ面白くて 初めのこのね、毎回そうなんですけども、5%の時点でもうとにかくすぐ見つかるやつはパンって出してくれるんですよ、これ。で、実はこれでもすでに結構のデータ出てきてるんです。ちなみにスキャンを止めたい場合は、えー、ここに一時停止ボタンがありますんで、これを押すと、実はスキャン止めれます、パチッて。はい、これ回転止まりましたね。別にこれ壊れることはないです。で、実は面白いのがですね、ちょっと見てみましょう。この既存ファイルってやつ、パリッて押すと、はい。 これ、音楽データ部分全部見えてるんですよ。これ、すごいでしょ。もうすでにだから見つけられてるの。これがつまり僕の場合は入り口が分からなかった可能性が高いんですよ。だからもう中はそのまま正常なんですよ、やっぱり。もうすでにこれで見れるんですよ、中身もミュージック、例えばやりますよね。で、MP3 の中、はい、えー、このようにですね、小田和正さんとかもデータ出てるんですよ。で、小田和正のアルバム見る。 あの日あの時、これベストアルバムですね。あの日あの時見る、ボンって。で、MP3 データ。はい、このように、えー、確かなことを、えー、大好きな君にとか、全部もうあるんですよ、ここに。すごいでしょう。で、これはロスレスの M4A のデータです。もうすでにこの時点でもう読み込めてるんですよ。で、これそのままもうすぐダウンロードもできるんですよ。例えば、じゃあ,あれ売れ、えーと、確かなことこれってやって、 保存ってするるともうこれだけ保存できるんできんすすごいでしょめちゃくちゃ有能なんですよだからこいつ。フォルダー構成もそのまま覚えてるものもあるんですよ。崩れてないものは。これ本当にすごくて。でちなみにバックアップしたいときはバックアップしたいものにこのようにチェックを入れて保存をするとじゃあどこに、えー、とチェックしたもの保存しますかってこのあと現れますんで好きなところに保存してください。だから別途 えっと、大きい容量のやつを別のストレージにさしてそっちに、えっと、入れてください当然壊れてるやつに戻したら意味ないよ壊れてるからそのハードディスクはねというふうな方法で、えー、やっていきますでこの後どし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 ここのデータは増えていきますんでそれにものすごくかかるだからとにかくすぐ見つけれるものもあるのでこれは本当に僕は初め驚きましたドン引きしてましたうわマジでっって思って思思すげえって思ってただし ゲームデータがないんですよね。ここに僕はゲームのフォルダを作ってたんで、それは表示されないんですよね。という感じです。では、え続きは見ていきましょう。続きを見ていってください。ということで、だいたい7時間ぐらいかな。ちゃんと測ってないんですけど、だいたい7時間ぐらいかかりました。で、すべてのデータが、スキャンが終わりましたという状況です。えっと、ちょっと1個ずつ見ていきましょう。 でえっと3つのデータで構成されてます既存のファイル損失したファイル削除されたファイルとありますで何がすごいってこの削除されたファイルですね、えー、こちらの方はですね、まあ見てもらったら分かる通り僕がこのハードディスクから昔削除したものなんですよつまりゴミ箱に入れた抹消したデータっていうものがなんと呼び起こされてるんですよね。で 多くの YouTuber 多くのってかほとんどかな多分10割だと思うけど YouTuber がこのミニツールパワーデータリカバリーっていうものの動画を作るときにほとんどこれだけなんですよ削除してしまったものを取り戻すために、えっと、取り戻すためにこれを使いますみたいなミニツール パワーデーデタリカバリーを使ってるんですけどもだからつまりその機能なんですよね削除したデータが出てきてますこれはすごいなと思いましたしかもその数がすごくて、えっと、48万3397 <laughs> すごい数やんね <laughs> どんだけ削除してんっていう、えー、数が出てきてますねこれはすごいねフォ、えー、ルダーの中身は見せれないんですが削除した一番古い日のものが えー、2021年の <laughs> 9月2日というなんと1年前以上のものが出てきました。これはすごいっすね。<laughs> これはすごいね、えー。ということでですね、えーと、この実は紛失したファイルと既存ファイルっていうものの差がちょっと,、えー、と難しくて、あまあまあ、僕がちゃんと理解してない部分もあるんですが、既存のファイルっていうところはなんとはい、これ一番初めにパッと,、えー、とミニツールパワーデータリカバリーが パッと表示させたやつなんですよこれでそれそがここにもちゃんまあ MP3 データの中にはこのように、えっと、僕があの吸い出したまあこれは漫才入れてるんですけども吸い出したデータが入ってるんですね。実はこの紛失したファイルっていうのにも同じファイル構成があるんですよフォルダ構成があるのでも数が全然違うんですよね。 既存のファイルは7 6074紛失したファイルは 18, 5,、えー、18万5000185万4645ってのがあるんですよだから分かんないけども推察すると既存ファイルっていうのはとりあえず今回、まあ、倫理データの破損ではあると思うんですよ でえっと、どっかに行ってしまったと探せなくなりましたってハードディスクが自分の場所保存した場所を忘れちゃいましたでもその中でがっちりとフォルダー構成あの入り口は忘れたけど中身はちゃんと残ってましたよっていうのがもしかしたら既存のファイルだからとあるパスまでさえ行けばそこにはちゃんとこうパスが設定されたものがあって見つかりましたよっていうのがこれなんだと思うの多分ですけど。 で紛失したファイルっていうのがほんまにどっか行ってもてん分かれへんねんでもデータは個別に見っけましたよっていうのがたぶんだけど紛失したファイルだと思うので削除されたファイルっていうのはさっき言った通り僕があのハードディスクでえっと削除したデータたぶんですけど大体1年分ぐらい、まあ、これは削除した回数にもよるかもしれないけど僕の場合はちょうど1年分ぐらいの削除したデータも残ってる。 っていう状況なのかなと思います。だから一応、紛失したファイルの中に既存のファイルっていうまあ項目があるって考えればいいんじゃないかなと思います。ここは断定はできません。で、ちょっと紛失したファイルを見ていきましょう。これもちょっと見せれ中身は見せれないですけどもあの、見せれないものほとんどですけども、えー、例えばですけども、紛失したファイルの中に既存のパーティションってものが1から9まであるんですよね。ここもちょっと僕はよくわかってないんですよ。紛失しそパーティションをそもそもこんなに区切ってないし、 だからこの辺はちょっと不思議なところなんですよね。で、例えばまあちょっと中身を見ていきましょう。あ,あとね、このねローファイルってのがあるんですよ。129 12万2932個、ローファイル。これがねなんかね結構多くの人がなんかあのなるやつらしくて、なんかねこうローファイルっていうのがなんか未加工っていう意味らしいんですよ。だからつまりあのまあ、データないですよ。 ってて言われてるるもものらしいんんででですすよよデータはあるんですよねそれをなんか、ね、ローファイル化っていうらしいんですけども、えっとこ,えっと、この紛失したファイルって中身はそういう風になってますでこのローファイルもかなりありますよね129万、えー、2932ですよねだから全部で紛失したファイルが185万4645ですからかなりの量ですね、えー、何割って言ったらいいんやろ8割ぐらいなんのかな がえっっとそういういローファイル化されててしまってますでもそれも見れるんですよ今回はね。でこうえっとまあちょっと見せれないですけどもこういうふうに開くとこの部分がそうなりましたよこの部分がそうなりましたよっていうのがバーっと出てくるんですよ。で例えばえっとえただこの辺なんかは M4 えっと M4A なんですよね。で復元された M4A ファイルってことで多分ですけど これ多分っていうか M4A っていうのは iTunes で、えっと、ロスレスしたデータなんですよねこれが全部もう名前がなくなってしまってるんですよ、はい、復元された M4A ということでだからもういろんなデータ吸い出してるから多分いや分かんないよこれは本当これも推測ですけどもしかしたら iTunes でロスレスを作った時に何らかで削除してるデータみたいなのがあるのかもしれないそういうデータもあるのかもしれない。 もう本当に目に見えないけど貸すみたいなやつでなんかまあ,あの iTunes で結局自動で任してるからもしかしたらなんかそういうふうな、ん、裏でそういうデータも作ってるけど捨ててるみたいな表ではないですよって言ってるけど何か保存してたものみたいなものがあってそういうものも呼び起こしてるのかもしれないですねこれはでもそれが今回はローファイル化しちゃってるというえっ、ー、と上、えー、現状なのかもしれないですそれ以外にロスレスはないので必ずこれは 作られたものなので、でまあ、とにかくわ。ーっといろんなものがあります。これがまあ老化うちの中では老化されてしまったものということになります。でですね。他にももうとにかくこういうパーティションがたくさんあって、もういろんなデータがえっと閲覧することができますで、とにかく問題はゲームホルダーがないということです。なので、ゲームホルダーをちょっと探します。えー、っと！ ありましたよかったーえっ、ー、と、紛失したファイルの中にありました。えっ、ー、と、まあちょっと一部見せますが、これ PS2 を吸い出したデータです。一部だけ見せます。えっ、ー、と、そして全部見つかりました。いや、すごいね、これ、ほんまに。このソフト、すごいね。 いやーちょっとしびれたわいや鳥肌立ったわえー、全部戻ってきたデータこれすごいなーまあ見てもらったらかるけどはい甘神ですねうちでゲーム実況しましたねこれはすごいやそれではですね、えー、先ほどと同じような作業をしてすべて保存して吸い出していこうと思います吸い出してリカバリーしていこうと思いますそれもできるんでしょうかお楽しみに えそれで、ですねえっとちょっとここ、多分フォルダー構成変わってるかもしれないですけども、ちょっと分かった機能の一つでお伝えしておきます。この1回スキャンすると、ですねまあこのように削除されたファイルとか、紛失ファイルとか、既存ファイルとか、全部出てくるんですけども、当然、ここに至るまでものすごい時間かかるんですよ。で、今回、こう表示しました。で、必要なものをバックアップしました。でもあ、ああとでもう1回あ、ああれも必要やった。 で言ってまあ、全部が全部バックアップできるときはいいけどとにかくものすごい分量になってるので僕の場合なんかも 6TB になってるのでさすがに 8TB とかのハードディスクドライブを持ってないのでさすがに全部バックアップ厳しいので、まあ、必要なものだけピックアップして例えば削除後のやつとかはいらないしってので分別してやりましたけども後々なってああれもやっぱりって思った時にはまた全部スキャンしないといけないんですよ。その時大変だよね。じゃあ今のこの最高のスキャン結果っていうのを残しておいて。 もうスキャン簡単に言うと、えー、保存ですよね。メモ帳とかワードとかであれば名前をつけて保存って言って次その状況に戻りますよね。文章を書いた。そういうことができるんですよ。それがここのスキャン結果をエクスポートっていうボタンがあります。ここに。これを押して。 えとこれは場所は自由に決めてください。はじめは、えー、とローカルの C ドライブのプログラムファイルの86のミニツールパワー、えー、とデータリカバリーのところにありますけれども、ここに例えば今は僕 AAA、えーえー、これ勝手にラストリザルトっていうのは勝手に作られます。ある程度自動保存ですね。ここに自分で例えば、よえーと 曜日ですね2022年何月何日の何回目とか時間って書いてまあえっと完全にバックアップできたデータとか名前つけて保存しておけばこのように RSS というデータで保存されますそれを次回の起動時に読み込めばこの完全な状態から始めれますえっとそれをどこのボタンかちょっとお見せしますえっとですねこれがえっとミニツールパワーデータリカバリーのトップページになりますがここの手動で読み込むこちらの えとアイコンにマウスを持ってくると下に読み込むってボタンが出てきますよねこれをクリックしてくださいするとこのように、はい、先ほどの RSS が表示される状況になりますのでここで自分の保存したものをカチカチってやると先のスキャンが終わった状態まで持っていってくれますちょっと読み込み時間かかるけど当然、えー、とそれこそ8時間とか7時間かけて読み込んでまた読み込まなくていいのでちょっと時間を重ければ重いほどかかりますけども一瞬でいけるのでこれは絶対覚えておくといいです えー、ということでですね、こちらがフォルダーで、えっと、バックアップしたものですね、復旧したものになります。えー、これ、このように全部、えっと、データを引き抜くことに今回は成功しました。これは本当にすごい。ある程度ちょっと僕は余分めに引っこ抜いたんで、この後ちょっと寄りすぐりながら、データおかしいところないかなと思いながら元に戻していこうと思います。ということで、まとめに入ります。いかがだったでしょうか 今回ご紹介しましたのはミニツールパワーデータリカバリーですねアルティメットモードの製品番号をいただくことができましたもうほんとこれはもう円としか言いようがないですのほんとこれは円でしたいただきましてでそのアルティメット版というものを使って作業をしました本当にねあのびっくりしたねいやほんにびっくりしたもう絶望やったんですよ あこれやってもたって思って当然 CD も全部あるし、まあ、レンタルしたものも何個かありますけども基本的には持ってて、まあ、ソフトも全部持ってたけどでまああの「あやねお」とかにもねほとんどゲームデータ入れてたので最悪そこから全部戻しゃいいかなと思ってたけどまあなかなかそれはそれで大変やし全部は全部が全部はないのでこれはやっちまったなって思って顔面蒼白で本当にあのデータ復旧屋さんのやつをかなり調べました。で ほとととんどが10万超えするということをやってでもまあどうしようかなと思って悩んでた中に、まあ、ちょうどこのミニツールパワーデータリカバリーっていうものがそういうことができるよみたいなこと書いてたんですよね。で実は一番初めは別のツールを使おうと思ってたんですけども今回僕はミニツールパワーデータリカバリーの方を選びました。そしてものの見事に すべてのデータを僕は幸い戻すことができましたものすごい量やったんでどうかなとか思ったんやけども本当にすべて。 戻りましたもうほんと様々です、ねまあだからああいう業者とかも、まあ、こういうソフトを基本使ってやって無理なものは物理的にまあ修理するんだろうけども物理破損になるとそれこそほんま60万とか40万っていうのはもうザラらしいので、えー、もうそうなるとほとんど諦めないといけない状況だと思いますけどもその倫理破損というものであれば、えー、こういうソフトで直すことができました。 えミニツールパワーデータリカバリーの方はですね1ヶ月だけ使うのであれば1万450円で年間1年間ですね1年間の場合は1万2300円で個人アルティメットって言ってもうずっと使えますよでライセンスも3つのパソコンまで使えますよっていうやつが1万,え1万5千70円ということで えー、当然復旧がもしできたらこんなん使うのって1回だけなのでまあ,あの月間サブスプリクリプションっていう1万450円のやつを買えばいいと思いますでも個人ただ今回僕が試したのは個人アルティメット版っていうやつなので性能はね確か一緒のはずですなんかアルティメット版やからより掘り出せるとか月間サブスクリプションだから 掘り出せないんです。っていうことは多分だけどないと思うので、もう一発でやる人はどれか5000円違うので全然。僕は月間サブスプリクションでいいと思います。ただし、えっとネットで見た情報ではえっとこれで買いましたって言ってもなんかね。ちゃんとログインして、えっともうやめます。っていう風にちゃんとしないとなんかね。引き落としが続いちゃうって書いてたんですよ。どっかのえっとブログかなんかに。 それはもう他人のブログなんで、えっと、わからないけど、そこは注意しておいてください。だから、まあ、カード支払いするのか、ペイパルとかも使えるようなのですが、えっと、そういうことがあったよっていうことが言っておられたので、必ずそこら辺はちょっと要チェック。僕はそこはよくわかんない。僕は今回、アルティメット版のコードをいただいて、えっと、テストしましたんで、わからないけども、そこだけは要注意してください。だって、2万円なんかね、2ヶ月ぼーっとしとって、2万円だったら、それこそアルティメット版買った方がいいからね。だから、そういうのもなんかようわからへんねん。 なんか、あのー、そなんされても困るって人はもうそれでも復旧したいって人はもうアルティメット版を買っとけばずっとパソコンに入れとけれるし。 あのアップグレードもあるんですよ生涯無料アップグレードもあるんで結構これちゃんとした会社でメールの連絡もものすごい丁寧でちゃんとした日本人の方でまあ多分向こうの方は名前からいくとあの向こうの方なんだ海外の方なんですけども日本語がすごい堪能な方でちゃんとしててなんか翻訳機使ってとかじゃないんでものすごくちゃんとしてたんでその辺は僕は安心できる企業さんなんかなと思いました個人的にはとにかく僕が試したのはアルティメット版で試してこの結果が出てるんで。 えっと僕がおすすめするのはアルティメットだけど別にこれは僕にあの契約者がありましたって言ったら僕にお金が入るわけじゃないので別にあのどうでも好きな方にしたいです僕はただ僕が僕のもし価値観で行くんならばアルティメットでやるかなとただしアルティメットを使ったからといって全部吸い出せるとは思わないでください今回僕はうまいこと言ったこれはもうほんまにやらせなしもうマジで困ってたからもうどうしようかって思って冷や汗もんやったからで何回も言いますけど えっと、実際に倫理故障してるハードディスクを復旧させた動画ってないんですよ、日本で。うん多分みんな、ミニツールからこういうの紹介してくれませんかって、多分だけど連絡があって、あやりますよって言って,て試せることが、倫理故障してるハードディスクがないから、みんな今保存したデータを削除しました、じゃあミニツールパワーデータリカバリーを使って戻しましょうっていう動画しかないんですよ。で、タイトルでは、なんか破損したハードディスクから戻す方法とか書いてるけど、 結局動画見たら同じことやってるだけなんですよ。削除したデータを戻す、で戻すって。なんで俺これ全部知ってるかって言ったら、本当に困ってて見たから全部。片っ端から動画見ました、日本の。でもみんなこのことは、本当に現場のことは紹介してないんですよ。紹介できないんですよ。だって倫理破損のハードディスクなんか置いとかないし、タイムリーにならないでしょ。だから今回の動画はかなりレアやと思う。ほんまに倫理破損した、<laughs> 倫理破損して、もうほんまちびりやがった人間が、 もうこれにすがってやった動画ですからあ、これはもうマジ、マジです。俺は嘘つけへんか、そこは。もうマジでこれは助かった、はい。よかったら参考にしてください、えー。ミニツールパワーデータリカバリーで、おじいさん救われました。そしてもうすぐ、えー、ハードディスクを、えー、買いました、いくつか。で、もう全部リ、<laughs> 全部 <laughs> バックアップ取っていこうと思います、今日。はい、だからみんなも、まあ、この動画を見て、あ、すごいな、何かあったときはこれで助かるんやって思って参考にしてくれて、 同時に僕はみんなにお願いしたいのはもう1万円とか2万円払ってでもバックアップ取っとけってこと2020年11月年末データとしてとりあえず今のもん全部バックアップしときほんまに冷や汗せくからでこの2年後に全部消えたとしてもとりあえず2年前の最新データはあるからそれはやっときもうほんま俺の二の前やめてほしい <laughs> もう泣くでほんまにでも泣くに泣かれへん でこ,のこの動画を知らなかったら、多くの人がそういう風な高額なネットのや、や、ネットでやってるのが全部が悪いわけじゃないですよ、リカバリー会社が、一生懸命ちゃんとやって、その対価にくださいって言ってるところもあるだろうし、ただし多くのところがこの、こういったソフトを使って、復旧してるんだと思う、だから、別にそういうところに頼んでもいいけど、自分で直せるこういうシチュエーションもあるので、焦らずに、ただし、本当、何回も言うと、物理破損では直らないから、絶対、これ、これ関係ないから。 倫理破損の場合は戻る可能性があるのでこの対価は1万5,000円は高いように思うけどもまあいろんな、えー、とサイトみたいな値段差を見るとこのソフトの意味は分かると思う本当に俺は今回偶然今回そのコードいただきましたけど全然俺は今の喜びに対して1万5,000円払って。 払うのは全然問題ない全然助かる。1万5000円で助かんねんやったら、ああ、よかった、勉強代っていうので、それはそれでまたハードディスク買って保存しとこって思うしね。よかったらこれね、参考にしてください。これはむちゃくちゃえ参考にしてください。ほんま、多分俺、俺の中で今年一、結構魂入ってる動画。<laughs> マジで。 被害者やったから壊れた <laughs>。はい。ということでした。この動画で初めておじいさんのこと知ったよって人はチャンネル登録していただくと嬉しく思います。それではまた次回の放送でお会いいたしましょう。さよなら。